ういうわけでですね、前回の続きでございます。今回からですね、熊本市の方に入ってきております。昨日の夜ね、熊本の近くのネットカフェに来て泊まって、次の日の朝でございますね、夜明け前でございます。これまでね、熊本市内ってあんまり旅したことなかったんですよね。脇の熊本県の脇の方を通り過ぎたりするだけでね、今回はじっくり旅をしていきたいと思っておりますね。熊本市からですね、このね、熊本電気鉄道っていうのに乗るんですね。そうなんですね。いやでもね、ちょっとね、昔ね、熊本市内のネットカフェ泊まったことあったから今ちょっと思い出しましたね。自転車食べてね、上熊本駅からね、このね、昔の銀座線の車両ですよね。銀座線現役時代は下から電気取っていたのに、パンタグラフがついているのはちょっと斬新な気がしたんですよね。斬新だな。熊本、気がついたら今僕はここにいた。ずっと前ね、自転車でね、熊本市内に来た時あったな。熊本駅の近くのネットカフェに泊まったんだな、あの時はな。まあコロナが流行りだした時ぐらいでしたかな。そしてですね、これね、日比谷線が来ましたよ、ここから。日比谷線、もう東京メトロの近くですよね。市内から知ってこれね、北熊本駅から分岐した駅でね、乗り換えたわけです。そして次のね、このね、越市かな。そしてこの駅からね、降りて自転車に乗っていく。まあ学生さんも多いね。単線を走る日比谷線の車両でしたね。いいね、なんかね、いいね。で、菊陽町、そしてね、北区の部分を通って武蔵塚という駅。武蔵塚って言ったら関東ですよね。でも熊本にもあるんですね。